は子どもたちは学校の授業や宿題で作文とか日記を書かせられるわけですけどこれが苦手という子をたくさんいるんですよね。そういう子にはですね面白そう書いてみたいと思えるテーマを用意してあげると効果的ですね。 作文も日記もですね大体においてね実際にあったことや自分がやったことを書くものだと思い込んでいる人が多いですまあこういう思い込みはまあ大人も子供もそうですけどねいつの間にかしているわけねその思い込みからね抜け出すことで面白いテーマがいくらでも見つかります今回おすすめしたいのはですね「なりきり作文」というものこれはね自分が何かになりき って書く作文です例えば次のようなあ作文「私は椅子です。足が4本もあるんだよ。この4本の足で踏ん張っていつもみんなの体を支えているんだ。私のおかげでみんなはのんびり休んだりご飯を食べたりテレビを見たりできるんだよ。ね私って偉いでしょ褒めて褒めて。でも時々 嫌なことがあるんだよねだってくさーいおならをする人がいるんだものそれにご飯やお茶をこぼす人もいてそのままにする人もいるんだよ私に手があったらそういう人は捕まえて罰としてくすぐっちゃうんだけどなそれに私に手があったら食事中にお茶碗を持ってあげることもできるよね。 誰か疲れてる人がいたら肩も揉んであげられるよねああ手が欲しいなーということで、えー、今のはですね椅子になりきって書いているなりきり作文ですねで実際のやり方としてはね、えー、まず今のような見本を読み聞かせてあげて子供にねなりきり作文とはどういうものであるかこれを理解してもらいます 今読んだのをねあの概要欄に貼り付けておきますのでね活用してみてください。あるいはね、えー、親御さん自身が自分で先に作ってみて読み聞かせしてあげるとさらにいいと思うんですよね。子供がねなりきり作文について理解したら次はねいくつかあるテーマの中から選んでもいいし自分で考えたものでもいいんですけどね。 なりきり作文のテーマの例としては次のようなものが考えられます。僕は回転寿司のお皿です。私はティッシュです。拙者はたい焼きでございます。私は芸能人です。僕がお笑いタレントだったら、おいらは妖怪であります。我が輩は猫である。私は先生です。私は何々家の先祖です。僕は何々家の子孫です。 宇宙の大統領です。俺様はカラスだぞ。僕はミッキーマウスです。私はテレビです。オイラは鉛筆であります。我々は宇宙人だ。僕はランドセルです。私はバナナです。まあ今あげたような例ね。えー、まあこれも概要欄に貼っておきます。 ということでねこの「なりきり作文」はですねいつも書いているものとはもう一味違ってですね想像の翼を大きくく広げて自由に書くことができますですからねいつもの作文や日記は苦手という子どもでもね乗ってくる可能性ってあるわけですね。これをねいくつか書けばね夏休みの自由研究として提出することもできますよね。えー、ぜひね親子で楽しみながら取り組んでください。 で、その取り組んで書いてる時ねあの作文上手だねとかね文章を書くの得意だよねとか面白いねとかああいうふうに褒めてあげますとねあの子供はね「あ僕は文章を書くの好きで得意なんだ」というふうにね良い思い込みをすることができるようになると思います。いつもね普通の作文や日記ばかりで書けないってこう悩んでいるとね「あ僕書くの苦手だな」と思い込んでしまいますのでねなりきり作文で、えー、楽しく書くことでね 書くこと自体が好きになるそういう効果もありますということでね、ぜひ取り組んでみてください、えー、今日もご清聴ありがとうございます、えー、できましたらあの登録していただけるとありがたいですでは今日も一日明るく楽しく幸せに